最後の日本男児庄司明。日本柔術界の若き侍は今やプライドの日本人選手の中心的存在となった。逆境に立たされても決して諦めない勇者、プライド王者コールマンに対しても試合の終盤形勢を逆転させ、あと一歩のところまで追い込んだ。フリーとなって初めて臨んだ前回の試合では、折れない心に鋼が入り、よりたくましくなったことが証明された。敗れたものの、庄司に対するファンの支持はより一層熱いものとなった。このままで終わりたくないんで、もっと上を目指して頑張りたいんで、足踏みしてる場合じゃないですから。規格外のでかさだから、もう僕も多分あれだけでかいのというのは初めて、初体験なんで、まあ、でも試合になれば大丈夫だと思います。まあ、寝技になってしまえばそんなに、25キロの差も40センチの差もそんなに少なくなる、全くじゃないですけど少なくなると思うんで、その差は通過点だと思ってやります。巨大格闘ロボットセームシュルト、2メートル11センチの巨体から振り下ろされる強烈な打撃は世界のファイターたちを震え上がらせてきた。格闘技のベースとなるのは空手。大道塾無差別級を2連覇し、第9代キングオブパンクラシストとしても君臨。そしてプライドのリングに乗り込んできた。 I think it gave an advantage, but at the same time also a disadvantage. In the floor work, it's not always easy to move. And in standing up fight, yeah, then it's the advantage if I can use it. Same as I should always.Same fire. I don't have a message for him. A message to you, you better get stay home. シュルトとの身長差40センチ、体重差25キロ。だが、庄司は全く互角の条件での戦いを望んだ。寝技に持ち込んで体格差を消し、勝利を手にすることができるか。さまざまな戦いのステージで強さを証明してきたシュルト。世界最高峰のプライドでもその肉体同様スケールの大きな戦いを見せてくれるはずだ。40センチの身長差、谷川さん、これものすごい対決ですね。庄司選手受けるだけでもすごいですよね。はい、さあ果たして庄司は中に潜り込めるか。庄司明対セームシュルト、2メートル12センチ巨大格闘ロボットです。シュルト選手初めてなんでプライドはありますけど、まあ、格闘技はもう有名なんですが、はい、大道塾のですね、はい、チャンピオンでもありパンクラスのチャンピオンでもある。そうなんですね。で、ベースは極真武道会というですね、オランダのジョン・ブルミンのやってる空手の団体なんですね。だから得意なのは打撃です。5年前に確か私がオランダに取材に行った時にジョン・ブルミンの元でですね、はい、この選手に会ったんですが、うんうんうん、当時2メートル7センチだったんですよ。あ、これね、今でも身長伸びてるって言ってますね。まさに巨大格闘ロボ、前へ前へと出てきます。本当にね、ジャイアント馬場さんより大きいわけですから、すごいですよね。さあ、右フックフェイントを仕掛けました庄司明。高田さん、庄司明はフリーとなって今回の宝道場に非常にお世話になったというふうに話してましたが、はい、このシュルトに対してどうやって攻めていきましょう。そうですね、なかなか予測がつけにくいんですよ。手足長いですからね。長いですね。懐入ったらね。さあ、フリー前蹴り、ダイナジャブ、さあ、しましたし、首から首が決まっているか。セームシュルト、フロントショークに来るか。それと今見せました前蹴り、そして左のジャブ、高田さん、これが非常にこう伸びてくるというか、そうですね、ストレートのような左のジャブだというふうに聞きますね。懐深い上に膝がありますからね。さあ、ここはステイクダウン。桜庭さん、
はい、ここから庄司はどういうふうに攻めればいいですか。やっぱり身長大きいので殴っても届かない部分があるので、やっぱりガードを越えて関節取りに行くか締めるかどっちかでありますね。まずはこの長い足パスガードからですか。はい、結構あの足が長いと、こう開くと真ん中のこう穴っていうか、おうほうほうほう、大きくなるので、これは少なるというのがあります。なるほど、その辺りは右のパンチ、ボディ、そして顔面上下に打ち分けていきます庄司。本当下からでもね、あの殴ってもリーチはありますからね、はい、シュート選手の方が。さあしかし2メートル12センチあっても寝かしちゃえば同じ、そうも語っていました庄司明。ただあの気になるのは谷川さん、あの決め技に行った時にどうも普通の感覚とはこの手足の長さというのが違うんじゃないかという話ですね。視点が変わってくるんじゃないかという重視なことですね、はい、そういう心配はあるでしょうね。ガードポジションを取っているセームシルト、上になっているのが庄司明。庄司選手としてはこれで密着するのが一番いいですよね。ここからどう持っていくか、腕を抜く。セームシルトも必死にこの庄司の両方の手を掴んでいます。まあ、あのオランダはですね、はい、格闘技王国と言われて、特にサミのマッチ、ボクシング、K-1 とかですね、それ打撃が盛んなんです。さあ、これハーフガード、そして、ああしかし今度は上田シルト。3分が経過した瞬間、シルトが今度は上になります。あの平均身長だけでも世界一の国なんですよね。その中でシルトって、ね、余計でかいんで、国民全体が大きな国ですかね。女性でも平均身長180センチあるとかいう国ですからね。畑野さん、こうやって見た目にもね、この大きな人が小さな172センチの庄司の上に乗せかかっているというのが恐ろしさ感じますね。肩幅とかも手足が本当に長い。ここから拳を突っつけていくのか、腕を押さえて隙を伺っていくシュルト、両方の腕を束ねていく。場内から庄司コール。ここで決めに行くか。今は庄司選手大丈夫だと思いますけどね。今はあの機関を潰しに行きました。そこ貫通ですよね。あとはこのシュルトのギロチンチョークもありますんでね。この体勢をどう抜け出すか庄司明。それでシュート選手はですね、ゴールデングローブっていうですね、はい、ギルバーダイブルとか、一緒に練習してるんですよね。あのヒーリング、そしてオーフレーム、はい、オーフレーム、だからやっぱりレベル高いんですよね、はい。まあ、今回もあの会長のデーブ・ヨンカースさんもですね、はい、絶対にプライドで活躍できる選手だというふうに太鼓判をしてますんで、そうですね、まあ、最近にはね、本当に USC の方にも、はい、自然上伸ばしてですね、第31回、はい、32回と連続して参加しました。まあ、今一番本当世界に売り出そうとしてる感じですよね。目まぐるしいこの腕の取り合いが続いています。高田さん、この庄司の位置はどうですか。もうちょっと上、それとも下ありますか。いや、いいですよ。いいですか。庄司選手にしてみると、やっぱりあのグラウンドで密着してる方が勝機ありますから、ね、なるほど、うん、グラウンドに持ち込むことが今回の庄司の一つのポイントでありました。その展開にはなっていますが、現在下になっているのが庄司。非常に落ち着いてうまく相手のパンチをディフェンスというかね、不満のところができてますね。さあ一旦離れる。ここは庄司が立ちますか。まだ座っている。お、誘い込もうという庄司。シュルトは距離を置いてスタンディングを望んでいます。まあ、シュルトとしては立ちたいところでしょうね。そうですよね、ゆっくりと回りつつ、しかし庄司も動いているので、ここでようやくブレイクです。スタンディングバウトに再び変わります。際立つ身長差、その差はなんと40センチ。まあね、これだけ背の大きな選手だと運動神経が鈍い感じがあるんですけど、この選手は違いますからね。天空へと突き上げる。おっと、よろめいた庄司。あの膝には注意、そう話していた庄司。ブリッジありますよね。これこっから見るよりね、目の前だったのがもうはるかに大きく見えるです。あ、なるほど、左ノック。そして左の膝、やはりこのリーチ、庄司は中に入れ込みません。桜庭
さん、庄司があの試合前に一発蹴りもらうぐらいの覚悟じゃないと中に入れないかもしれない、はい、そういうふうに語ってましたが、どうですかこのシュルトの懐というのは。そうですね、あまりローキックとか来ない分膝蹴る距離が庄司さんの方に近くなるので、うん、近づきやすくはなると思うんですけど、やっぱり膝蹴りが結構高い位置まで来るので、それだけ気をつけてプロパスに行けばいいと思いますけど、ローキックが来ないのはいいですよね。そうですね、全然自分の距離が近いと思います、うん、そうですよね。果たしてもう一度グラウンドに顔面を捉えた。しかしその目にまだ闘志しっかりとみなぎっています。今のは当たったですね、よかった。左の膝が炸裂しています。セームシュルト、空手家から総合格闘技に進んできたこのセームシュルト、膝のタイミングを伺っている。左のフック、くっついた方がいいですね。ニュートラルコーナーにじわりじわりと追い込まれていく。さあシュルトのボディ、左のフック、そして膝、左右のフック、しかしこれはガードの上でした。右のロー、初めて出しましたローキック。セームシュルト、くっつきたいですね、庄司選手は。この距離はシュルトの距離ですか。プレッシャーかけてるところが多いですよね。さあ突き倒すような形になりました。庄司選手はですね、日陰に来た時に体スウェイしてですね、力を逃がそうとしてるんで、ああやって押されても倒れちゃうんですよね。第1ラウンド10分間のうち8分がすでに経過しています。残りは2分。まあけどシュルトは徹底的に空手で戦おうとしてますね。そんな感じですね。政権を突き立てながら、そしてボディー、ああ顔面の顔面、谷川さん、じわっと距離を詰めてきて、はい、うん、そしてパンチ、膝、このコンビネーションでした。庄司選手がですね、プレッシャーがかけられて、周りが取れなかったですね。あそこで逆転してですね、きつくかなと思ったんですけども、はい、じわじわっときてこの膝です。なんとかガードしていくんですが、その後容赦ないパンチ、最後は左ストレートですね。ここでレフリーが止めました。もうどんどん前へ出ていく庄司選手がね、いつもなら。そうなんですね、しかないんですよね。庄司明はこれで3連敗。いつ這い上がることができるのか、苦しい立場になりました庄司明。セームシュルト・オランダはこのプライド初参戦で見事勝利を収めています。もうクリチ君、やり直します。あ、大丈夫、すみません。Hi, Sam. Congratulations. Thank you. How was the match? Good. Thank you. Good God. Oh, wow. What's that? What's that? Good reversal. Good reversal. Super. Ik kan ook lang even. Hebben we helemaal goed gekozen? Ja, ja, ja. Goed gekant op, toch? Hey, en zie je dat ik kon staan, man. Hey. Ik kon staan, Dave. Ja, maar ja. Dat is, hey, dat had je nou bij net ook moeten doen. Dat had je nou bij net ook moeten doen. Ja, dat weet ik. Maar gewoon moeten gaan staan. Assa.